旧大ビル2007年10月大ビル本館は大阪市北区中野島3丁目にある高層ビルである。大ビル、関西電力、関連不動産の3社によって行われた中野島3丁目、共同開発の第三期工事として2010年10月に着工、2013年2月28日に竣工した。着工時の報道発表では、当ビルの名称を 中野島大ビルウエストとしていたが、2011年4月には、正式名称を大ビル本館にすることが発表された。当ビルを建設するにあたって解体される旧大ビルは、1926年に渡辺節の設計で建てられたネオロマネスク様式の大規模なビルディングである。同じ渡辺の設計である神戸の商船、三井ビルディングと並び、大正期の大規模。 オフィスビルとして現存する最後のものである。しかし、大ビル、大ビルの大株主の商船三井、関西電力は老朽化及び土地利用の検知から、旧ビルの解体と高層ビルへの建て替えを計画を発表し、歴史的に重要な建築物の保存の検知から、論議となった。旧ビルに入居しているテナントが、中野島大ビルへ移転した後、第3期工事として、 旧ビルを解体した跡地に建設された。低層部には、旧ビルの外装に使っているレンガの約8割、石材の装飾品を可能な限り再利用し、近代建築として評価の高い外観やエントランスホールを再現するよう配慮したものとしている。低層階には、商業施設やカフェテリア、貸し会議室が設けられている。一方、上層階はオフィスとなっており、 メインテナントとして大林組、大阪本店が入居している。また、東ビルの西側には関電不動産と共同で広場が整備された。2015年には中野島式の丘と共に日本建設業連合会主催の第56回 BCS 賞を受賞している。また、生きた建築ミュージアム大阪セレクションに選定された。大ビル、関西電力。 関連不動産の3社が中野島三丁目において超高層ビル建設による地域再開発プロジェクトを進めている。ありがとうございます。